まあちょっとピンポイントな話になるかもしれないですけど、うん、まあ共感できる人がちょっとまた絞られる話になっちゃうかもしれないですけど、うん、あの携帯で、うん、あのメールとかね、うん、打つときにあの地元の友達とか、まあ、ここのコンビ間もそうですけど、うん、地元の言葉でね、うん、あのやり取りするでしょ、メールでも。これ意外と東京の人ってあのメールでも方言なんだみたいな人あいるんですよ。珍しいですね。そうそう、珍しいとか、メールでも意外とその手紙とかも方言で書くんだみたいな人いますけど、うん、まあそうなんですよ、基本的にね、地方に住んでる方そうなんですけど、ええ、そうなった場合、全然変換できないでしょ。もう、まあそれはしょうがないですけど、それはしょうがない。あれちょっと嫌ですよね。これちょっとですよ、愚痴レベルは低いけど、うん、ちょっと面倒。ね、うん、じゃけん今行きょるって言うんですよ、うん、僕らはね、そろそろ着くかみたいなことを送って、今行きょる、今行ってるよって言うんですけど、うん、つまりは僕が遅刻しているとかね、案にバレてしまう、ちゃんと今日るかとか、うん、まあ、ちゃんと来てるかっていうことなんですけど、うん、イメージは僕らね、ちゃんと行くの字になって頭の中ではあるけど、そう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 、そんなの絶対変換されないから、今日るなんかないそんな言葉ないしね、もう言ってみれば、うん、行きょるの、じゃけん、あ、でも俺の賢いでだった、なる俺の iPhone 行きょるって、じゃあ行きいで打つか、うん、さ行きまでしか出んの。あ、その使い方ね、まあ、だからそうやれば大丈夫でしょうけど。そうそう、で今日るってもう出てくる、あのいつも打つ何回遅刻してんだよ、もうだとしたらねまあまあでもちょっとね、ナンションとかなんかその、うん、まあまあもちろん当たり前だし、うん、だからそのパターンですよ、行きでこうねやるパターンはいいけど、思わず打っちゃって、うん、消し直してみたいな時あるでしょ。そうですね、なんかそれはちょっとわざだし、まあこれはもう口レベルは低いですよでもちょっと多分地方の人は共感できるとこがあるかもしれないですね。そういうのも言っていかないと、そのあまりにも攻めた本当のやつ言うとまたあれですね。意外とやっぱ今まで僕がこのグチラジやってきて共感得たのって血液型と左利きの話ですからやっぱみんなが思い出があるのが共感するんだろうなと思って、やっぱピンポイントなとこね、重箱の隅を続く、ね、結構本当左利きのやつとかいろんなとこで言われますもん。私も左利きなんですみたいな、あ、分かります、うう分かりますみたいな、強いんじゃない結束が、そうそう、少ない分、そうそう、 B 型の人もそうですけど、うん、そういうのちょっと入れていこうかなと思って。なるほど、これもちょっと反応楽しみです。だからいいですねこれは誰もあの共感してないかもしれないです。新しい活路を見出したんですねあの作戦っぽく言うな全部意外と純粋に何も考えずやってますからもうね。そうですね、まあまあもし共感したらまたコメントとかね見てますんで、そうですね、お願いします。お声かけいただければ。そうですね、お願いします。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって。いや、そうなんですよ、まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。